はい、ありがとうございます。では、よろしくお願いします。お願いします。こういうところで、呼ばれるのも大変で、皆様、ダムサーカルの札幌ダムサーカルの方、まあ、相当苦労なさりまして、この名称会、法話会などの取り付けできるようになって、この苦労にかなう結果が、皆様、来てほしいと思います。ですから、どんどん質問とかね、出してみてください。まあ、失礼な質問でも一向に構いません。なかなかね、どんな質問にも答えるっていうのはなかなか大変ですからね。でも私は一応頑張っています。それでちょっと私も喋るなくちゃいけないし、こうあまりやっちゃうとね、時間一方的になくなるっていう怖さもありますけどね。ある日帝釈天というタイトルの神がね、お釈迦様に質問したんですね。質問の一つの質問が、この人は捨ててはならないものは何なのかと。ちょっとからくりの質問なんですね。なぜかというと、この全て執着捨てなさいと仏教は教えてるんですよ。すべて捨てなさい。一切捨てなさいって言ってるんだったら、捨ててはあかんものもあるのかいと、その人関係ないでしょうね。あかんもの何もないのか。捨ててはいけませんというものが。お釈迦さん何のことなく、自分を捨てるのよ。自分を捨てるのよ。答えた。分かったか分からなかったかどうかよく分かりませんだけどね。記憶の自分を捨てるなよっていうことをね、ちょっと考えてみましょう。自分っていうのは自我ではないんです。自我がもともとないんです。自我がないんだけど、この肉体が構成して感覚があって、それでいろんなものを触れて感じちゃって、感じたものについて考えたりするというね、それからそれに合わせて怒り、嫉妬、憎しみなどの感情を作るという、何か大工場みたいなもんなんですね。車会社みたいにいろんな部品、いろんなところを作って組み立ててやってるような感じで生きてるんですね。車には大事なものないでしょ。これがなければ車ではないというね、ものは魂みたいな部品はないんですね。だからパソコンにしたっても CPU という心臓部があるんだけど、あれには何の仕事もできませんよ、部品がつなげてないと。だからどんな機械組み立てても心臓部っていうのはないんです。どんな部品も合わせたところで働きが現れる。そういうことで、この体に部品といったってもシステムは一つずつ組み立てちゃって、自分という限度なく働きが現れてくるんです。だから私は見ている、私は聞いている、私は考えているというでしょ。それはある一箇所でいろんなことを起きているということなんですね。そういう肝心な私はっていうものがないんです。そこで自分捨てるなよと言ったことの意味っていうのは、我々
々はこの世の中で最大に愛するものは何なのか。何よりも大事にするものは何なのか。そこで答えは自己なんですね。自分より他の生命を愛することはできません。それが生命の基本的な法則で、みんなそれを忘れちゃってるんですね。っていうか、なんかごまかししてるんですね。私は何よりも家族を大事にするんだとかね。私は何よりも自分の子供のことを大事にするんだとかね。あれは嘘です。自分を愛するからこそ子供を大事にするんです。自分自身を愛するからこそ家族を大事にするんです。仕事のためなら死んでもいいやってことはないんですよ。死ぬんだったら仕事を辞めるんです。そこでこの我々の頭をおかしくしちゃってね、まあかなり前ね、第二次世界戦争の時でもね、日本の一部の人々は若者を騙しちゃって、うっそうすぎて、国のために死ねと。で、馬鹿でない限りは国のために死ぬ人はいませんだけどね。でもそういう人々は国のために死ぬことこそ人間にとって一番大事なことである。だから死んだ方々は騙されて死んだ当時の若い人々でしたから、自分を最大に愛するためにもう特攻隊命を落とすんですね。だからそこは騙しで人は今も現代もありますね。テロリストというね、神のために死ぬことほどありがたいことはないんだと。あれ嘘でしょ。神は偉大なりだったら、その偉大なり存在に対してちっぽけな命がね、死んだからといってどうったことないでしょ。だからそれは何とか神がやらなくちゃいかんでしょう。で、なんで人間が神を守るためにイスラム教を冒涜しただからこの連中は殺さなくちゃあかんとか。だったら一日5回お祈りするときはアッラー神様のまああなたは冒涜する人々がめんどくさいんだから何とか言ってちょうだいと言えばいいの。じゃあ俺が言って殺してやるぞっていうのは 神が腰抜けですかね。その人々は信仰してる神が臆病なですかね。だから理論成り立ってないんです。そこであまり宗教は関係ない日本みたいな平和な社会にしても、なんとなく他人のために尽くすことはありがたいんだけど、それが人生と思ったりして勘違いすることもありますね。やっぱり自分自身がやっぱり一番最大に愛するのは自分自身のことだ。その上でいろいろことをやってるんですね。そこで自分捨ててはならないっていうことは、まあそちらに引っかかってくるんですね。いわゆる自分自身を破壊してはならないっていうことにもなります。
そこで人間っていうのはこの私は世の中で私のことほど何も愛するものないんだよとこれ言いたくないんですね。あっちであれは変なんですね。だからあなたは一番愛する人は誰ですかと聞いちゃうとですねと考えちゃうんですよ。考える必要ないんで自分自身ね。まあ私の場合はお母さんかなとかね、かななんです。私の場合は子供でしょうねとかね、でしょうなんですよ。自分自身なんですよ。自分がいなかったらお母さんもどうでもいいでしょう。自分が死んじゃったら別に子供のことどうでもいいでしょう。だから自分が生きてるからこそそういう人間関係になりたいんですよ。そこで自分を破壊するとはみんな他の生命に対して偉い態度で接近するんですね。子育ての場合でもものすごく自我を張って自分のために子供を育てる、自分のイメージ通りに。だからそれって あの生命体に対してすっごい侮辱なんです。だから私たちはこの他の生命に対してどんな態度を取るべきかっていうことは分かってないんですね。だからこれはシステムで単独で成り立てない。皆さんは携帯持ってるんですね。携帯でいろんなことできるんですね。もう今はほとんどパソコンいらない状態になってますね。全て携帯で全てできる。あれってシステムがなかったらただのガラクタでしょ。インターネットのシステムがなければ自分が送信する電波が受け取ってそれに対する反応を出してくれる膨大なシステムがなければ携帯っていうのはただの役に立たない。それよりは100円ショップで買った包丁が役に立ちます。そういうわけで携帯にすごい価値が成り立っているのはものすごい膨大なシステムがあるからなんですね。このシステムがすごく大きくて個人ではどうすることもできないんですよ。例えば Facebook というシステムが現れたところでそれは初めて考えて作った人にもどうすることもできないんです。いろいろ政府がね、政府っていうのは人は自由の中ですごく嫌がるんですよ。人間はできるだけ奴隷でいてほしいという一部の連中が思ってるんですね。どんな政府もそういうことで恐ろしいんですよ。だからそれで文句言ったりしてね、あれやこれやとかデータが盗まれた、データが取られた、あれやこれ、嘘をついちゃって、あの人を責めても、その人にどうすることできないでもシステムになってるんですね。ですから我々一個の命っていうのは一個の形態だと思ってください。でも電気が必要し、ネットが必要し、システムが必要なんですね。そこで自分が登録している会社はなんか自分の家族みたいな感じでね。で家族を通して au と契約を結んだからといって au 会社のだけでしか仕事できないわけじゃないです。どちらでも一緒にできますから、ね、
だから営業会社で契約したら、まあそこはちゃんと連絡は必要なところに送ってくれるんですね。だから我々も加速のために頑張りますよ。だから営業会社にお金払わなくちゃいけないんだからね。営業だけ言ったら失礼ですね。まあ、じゃあもういくつかありますね。ソフトバンクキャラね。まあいろいろありますけどね。NTT もあるしね。だから皆様にも一人一人加速がいるんでしょう。仕事をして家族のためにその金を買っちゃうね。もう材料を買ってきて料理を作って家族に食べさせてあげる。家族が病気になったらそれで自分が治療してあげるとかね、金かかる。しかしそこで我々は人類というシステムにつながってる。そういうわけで、私っていうこの存在が他の生命とのシステムでネットワークで成り立っている。ネットワークから切れちゃうと、ただのガラクタで何もできない。だから自分を守るとは、このシステムに対してすごく親切な態度を取ることになる。そこで私たちは怒る場合は何に怒る？この目の前にある紙カップに怒る？先生怒りませんね。しかし隣の人に対しては怒ることは可能ですね。システム壊してるんです。嫉妬する場合は神かぶ、なんて羨ましいと思わないね。他の生命に対してする。ですから、我々の心に起こるその煩悩はたくさんありますね。1500煩悩と言いますからね。どう見ても誰かに聞かない。誰かに目をかけて、で自我をなる、周りに迷惑ね、落ち込んじゃう。落ち込んだったら私だけではないんですね。周りにすごい迷惑、悪口を、周りに迷惑。悪口って私の声で悪口言ったっても何の意味ないね。誰かにはなくちゃいけないんです。陰語という場合は、私言ってる、なる人は、意味がないんですね、これに言ったっても。それで、我々は、その、生命との関係 で、あらゆる煩悩を作ってシステムを壊してるんです。これはかなり趣味であって、自分の命が破壊することなんです。システムは無限に膨大なんです、生命システムが。一個の端末が調子が悪かったら勝手に死ねん。それだけです。私のパソコンはもう、まあ、これ、調子が悪いんですね。それで、パソコンが打てるか、しかないんです。それで、私のパソコンの調子が悪いから言って、世界のシステムが壊れるわけじゃないんですね。だから自分を守るとは起こらないことなんです。嫉妬しないことなんです。欲張らないことではやっちゃうと自分自身が破壊するんだ。結果してもらわない。他人に悪口言わないんだ。
で、そういうことで、めんどくさいんですね、逆に。だって1500もありますからね。誰がそんな覚えられますかね。だったら、お釈迦様が生命を意識しめなさい。ただ、意識しめなさいで一言葉で、全部守られる。だから子供に対して怒りが込み上げてくると、これは慈しみですかねと自分に聞いてみれば、旦那に対して腹が立ってくると、これは慈しみでしょうかね。あるいはこれで私は幸せと自分に聞いてみれば、それで心は清らかになっていくんです。それが生命の正しい方なんですね。それ知った人、それ理解した人に執着捨てることは可能なんです。執着捨てるとは、これは一般的な知識で理解できることではないんですね。システムから完全に脱出することなんです。いわゆる携帯を捨てることなんです。携帯を捨てたら、まあそれからも別に、もう生命と関係ないんだからね。そうすると、もう怒りも嫉妬も憎しみも何とも成り立たなくなるんです。それは我々が出すということで言葉でね、使ってますけど、だから私たちにとっては、この自分の気持ち、自分の感情、自分のいろいろトラブルはね、どうしようかと思ったところで、私たちの場合はよく間違いがあるんですね。観念探すんです。誰のせいですか？この観念探す人は、すごい自我張ってるんですね。会社の同僚のせいで仕事を送ってない。旦那が浮気しているから自分家族が不幸や。そうやって誰かに指をさせたいんです。みんないつでもそうやってこの誰か犯人に仕立てたくて、すごい頑張ってるんです。みんなの道が間違ってます。その道は間違ってます。だから、なぜならば、私は完璧なのに。ですから、この、何ですかってね。犯人を探すことででも自己破壊になるんです。はっきりとそうだとは言えないんです。会社でいじめられている。かもそれは事実かも。でも、いじめられるぐらいの自分にも何かないとね。成り立たない。いじめられるためにちょうどいい性格ですね。だからいじめられるんです。だからこれがこの、マッチがあるだけで火が現れませんね、やっぱり。燃えるのマッチかもしれませんだけどね。それがぶつかる何か必要な。だからマッチを薬に塗ってるところでぶつけて火が現れたら犯人は誰ですか？両方の組み合わせでしょ？だからマッチ棒に添えてる薬が犯人がやってたら、でも薬は火を作りません。全然大丈夫です。
じゃあ町のボックスの外にあるあのまたちょっとギザギザしたあのまた別な薬乗ってるわけね。それが犯人、それは火を作りまで。触れたところで問題が起こるんです。そういうわけで私をいじめられてるならば、こちらにも原因があって、向こうにも原因があるということになるんであって、犯人はこの人だということはちょっと何立たない。そういうわけで、まあ、私たちはいつでもこの自己を守ることは知らないんですね。だから、お釈迦様おっしゃったように、自己を守るというのではなくて、あの自分を捨てる、捨てない、捨てるってはいけないと愛食店に言ったことで、このああいうね、1500の煩悩が起こらないように気をつけてくる、気をつけることなんで、そうすると、やっぱり自分自身の心を観察しなくちゃいけないんですね。だから人を怒鳴る前に、人を怒鳴りたくなった自分が幸せですから。じゃあ怒鳴るとき幸せですから。怒鳴ってから後は幸せですから。言うと、3つのステージも自分が幸せじゃないんですね。不幸のどん底に陥っているんです。だから3つのステージで気をつければ、怒鳴りたくなった瞬間で、あ、これはあかん。私は不幸、幸福じゃない。それで失敗しちゃって怒鳴り始めたら、あ、これはあかん。私はすごい今不幸です。いうところでストップしなくちゃいけない。どうなって終わってから結果がどうしても受けなくちゃいけないんですよ。それからは逃げられません。やって終わったら。どなり終えたら、その人はすごい怒りを持って攻撃する。それはもう自分撒いた種です。あるいはその人はもう怯えて逃げたとしましょう。それでも自分が、どなったことで、苦しまなくちゃいけない。だから、できるだけ行為をする以前、これやめなくちゃいけない。それには、自分というあの概念を使わなくちゃあかんです。私は幸せでした。その概念を使わないと、下脱しに達することすらできない。幸福になるところじゃないんですよ。究極の幸福で下脱しに達することもできないんです。皆様もヴィパッサナ瞑想実践やってるでしょうし、だからヴィパッサナ実践やってるときに、やっぱり自己観察するんですよ。自己観察すると、いろんなボロが見えてくるんですね。それは一つ一つなくしてなくしていくんです。だから自分ついてたらどうにもならないということは大切っていうふうにおっしゃったんですね。だから皆様覚えてほしいところはまあ、やっぱり自分たちがなんか調子に乗り上がってやってることはね、大体自己破壊になるんだよと。だから人に怒鳴られても怒鳴り返せないという生き方です。人が自分に邪魔をしてもまあしょうがない、そんなのはまあということで、人に邪魔されたからでなんで私は不幸にならなくちゃいけないなのかと思って逆にその人を助けてあげる。あなたに何か問題ある？あったらさっさと言ってください。そういうふうに自分を守ってみるんです。私は昔には亡くなられたんだけど、友達がね、自分がすごい友達だと思っていた人には、本当にすごく協力してあげたんです。
その人すごいお金もかかっていろんな全面的に協力してあげて、この友達はこの人をすごく裏切りこうやっちゃったんです。それで至って簡単にそれバレちゃったんです。それで私はあの友達がいつでももうからかって冗談に言っていろいろもうからかうんですよ。で私はもうあんたなぜならその人私の同じことやってまったからね、何か私の何か見て私をからかっちゃうし、私も逆にいつでもチャンス見つけたらからかったり、仲良くすごく仲良く生活していたんですよ。それでどうですかね、あなたは あそこまでやられちゃってね、何かしないの？あのね、お坊さん、私はそれ全部知ってるんだけど、その人にそれ言って、ここに出ていけとかね、ああいうふうに何か逆走していたら、私は何を得るんですか？私にとってどんな利益があるんですか？この人はすごい賢いなとその瞬間に思ったんですね。だから自分を裏切ってものすごい悪いことをする人に対してもそれを知っているのにまた親切主義続けてその仕事終わるまで助けてあげた。だからそれは武士道なんでしょう。そういうことで、あの、まあ、聖書にも殴ったりとかね、お手で殴ったら、お手のお手玉あげなさいとかね、言っているところはね、まあ、そういうことで、まあ、それは明確に仏教を語れているもので、我々は自分を守るならば、怒った人には逆に怒られない、怒らない、その人に怒りなくすために頑張ってあげる。騙した人は逆に騙しません、助けてあげるというふうな生き方をした方がすごいいい修行になります。で、それ自己観察するのになります。そうすると自分の心を見ながら見ながら見ながら自分の心に幸せを入るようにと気をつけてみるんですね。はい、それで進んで人は当然成長する、みるみるうちに人格者になる。それで心の汚れは全部なくなってしまったって下脱するまで達する。だから下脱するに達するまで自分を観察しなくちゃいけないということで、自分育ててはならないとお父様はおっしゃったんです。はい、話は以上です。